さあその身に刻むがよい。我こそは軍神、踊り狂う暴風グリームニル。こんにちは、今回は天翼が失踪っていうデッキをまた使っていきたいと思うんですが、これも3回目のチャレンジで、まあ初見の方はまあ、デッキ紹介してほしいとか、まあそういったご意見もあるかと思うんですが、まあエッグトマトの汁でもね、飲みながら、見てもらえればいいかなと思います。で、基本まあ動画、まあ投稿するにあたって、まあ撮り直しっていうのはしないので、だからこそまあ最近の動画はもう負け動画ばっかになってるんですが、まああんまりそこは気にしないでいただきたい。で、今回は、まあ天翼、まあ手札全部捨てて、15点、ゼルとのコンボで失踪を持たして、まあ気持ちよく終われたらなと。思います。まあ一応ディスカードドラゴンなんで、まあ普通のドラゴンに天翼の、まあゼルとのコンボっていうのは絶対相性悪いから、ただ、まあ3回目使ったら大体わかるけど、そんな悪くないデッキなんですよ。あの除去カードも豊富に入ってるし、手札事故もそんなないだろうし、てかないんで、小賢しいな。だからちょっとたまたま運が悪かっただけかもしれんけど、まあ、今回15点の失踪を決めて、ばっこり行きたいな。さあ1つ目対戦相手、小賢しいな。まあ、0 vs 0って結構、ミステリアスやな。とりあえず、モンゴルの汁は残しときたいんで。天翼か。まあ、先行で天翼。あ、そっか。このデッキは、リュウミコの儀式が来ないといけないんで、マリガンミスったわ。マリガン完全にミスったが、サンコスで引いていかない。まあ、スカラー出して、ただ、ゼルを捨てるっていうのが、初心者やから、なんか、いろいろミスってるな、これ。まあ、次のターンに、リュウミコの儀式、もしくは、ウリエルとかが出てくれればいいんですが、そもそもスカラーを出しても攻撃することができないから、もうその時点で結構やばいと。まあ、スカラーか。まあ、スカラーで攻撃するときにスカラーが墓地に行ってくれれば、嬉しいんですが、おそらくゼルが墓地に行く。で、小賢しいな。で、シャドウリーパーの白だと。なるほど。ニコスのほら、もう一枚くらい来たら。じゃあ、ここは、まあ、攻撃します。で、これでスカラー墓地行ったら、ありがたいんですが、なるほど、なるほど。まあ、ドラゴニュートウィスト、売ってもいいんですが、もう売っちゃいます。まあ、一応、シャドウリーパー打ち取れたから、まあ、そんな悪くない動きやし、あとはドローやな。まあ、竜の陶器とかで、まあ、ドローしていく感じかな。まあ、一応、竜殺しの代償があるから、竜殺しの代償もいらないから墓地行っちゃって、これ大きいぞこれ。だって次のターン、水粒子の巫女で、回復ができないけど、まあ、PP を、まあ、上げながらの行動できるから、で、竜の陶器、それから天クラウ来てるから、あとはゼルの、あと2枚のカードを、下に2枚同時重なってるとかなければ、多分すぐ来てくれるやろうから、とりあえず、水粒子を、ジュワして、で、進化使います。まあ、ラビットヒーラー狙っていく感じになるんやけど、ただ、覚醒状態じゃないから、回復しないっていうのがちょっと、小賢しいな。で、ボーンキマイラ破壊すると、厄介なので攻撃しない方がいいから、まあまあ、おっきいな。おっきいな。サラマンダーブレスも来てるし、まあ、ケルベロスが来たとしても、竜の陶器とかで使えば、まだなんとかなるし、まあ、そもそもこいつ、水粒子破壊しないと、小賢しいね。で、小賢しい。小賢しいな。まあ、9点やったら、まあ、ファントムハール来ても7点にしかならないから、
まあ、全部のフォロワーを除ければあまだなんとかなるので、とりあえずまあ、スカラーで相打ち取る感じかな。ただこれでゼルが墓地に行ってしまう可能性があるから、まあそれが小賢しい極まりないあでもこれはもう運にかけましょう。また打っちゃってまあ運だけは持ってるからな。これでサラマンダブレスの準備が整いました。サラマンダで全部を除去りながら次のターン、もうゼルとのコンボでバッコリいっちゃってもいいんやけど、まあ、手札墓地捨てるカードもなくなったから、もうゼルと天翼そして龍巫女の儀式が揃ってるこの状況うわうわうわケルベロス、なるほどなるほど。ただファントムハウルとのリータルが怖いな。まあ、陶器を打ったとしてもまずいから、もうゼルとのコンボでバッコリいっちゃう、行っちゃってもいいんやけど、ゼル1体捨てる、いやないなそれは。もうゼルとのコンボで 1回行っちゃうこれバッコリ行っちゃう、バッコリ。もうゼル出して天翼出します。で攻撃力が10点、少ないなで、まあ、疾走も出せます。で、もうバッコリ顔いっちゃった方がいいような気がするけど、まあ、とりあえず取ります。まあ焦らずでこっち取るか、まあ、負けたら元も子もないからできれば15-15の疾走も出したかったけど、やっぱ難しいな。もしかするとドラゴニュートスカラーが小賢しいななんかドラゴニュートスカラーあれがいらないような気がするな。これでもう天翼疾走持てないから、ただ天翼疾走持たなくても15点を叩き出すっていうコンボはまだ衰えてないから、まず出してまあ、たくさん打ちます。でこれターン終了で回復して10点やから、まあ、ファントムハウル来たら負けか。今ミミコゴ打ったっけ。小賢しいなサイザー出します。ちょっと弱いな相手のデッキが。で進化か、まあ、次のターン、ドラゴンニュートフィストやったっけ使って、相手のフォロワーをまあ2体除去れないからちょっとまずいかこれなんかサラマンダブレスとかが来ないと除去ができないから。ただ天翼15点っていう、まあ、コンセプト、まあ、疾走は持たないんですが、まあ、それはまだ、使えそうな気がするからまだ耐えれるぞ。10点あるし、まあ、一応終盤も強く作ってるから、小賢しいな。竜の闘技、まあ、悪くないカードやけど、とりあえずウリエルとかがいらないからドラゴンニュートフィストを打ちながら、盤面を取っていきつつドローを狙っていく。タッグ投機か。とりあえず投機打ちます。やばないこれ、やばいぞこれちょデッキが渋されてちょっといらないカードが集まってきた感じになってんな。なんか新たな運、小賢しいな。新たな運命とか入れた方がいいんかな。冥府の可能性も出てきたが、小賢しい小賢しいな。そのコンボ面白いな。今度パクろうかな。エッグトマトの汁は今更出てもしょうがないんだよな。とりあえず天翼出して、でこれで攻撃力が、でも、まだいけるぞこれ。いけないか1点足りない。いやこれ悔しいな。これ打ってもあいつ残る。やっぱこれイミバの選手はチート。負けたか、貴様を強者と認めよう。あれなんか久しぶりにデッキ切れ負けした。あれちょっと予測できなかったな。これ予測できたプロおるか。多分相手の方今煽ってきたから予測してたんやと思うけど、これちょっと予測できんかった。久しぶりにデッキ負けしたなやっぱ天翼となんかこの疾走デッキってなんか毎回面白いな。なんか使ってて
楽しいんで、もう一回、次、フォースチャレンジ、ライトセーバーとかのフォースじゃなくて、クマのプーさんの知る とりあえずちょっと、もう一回挑戦したいなと、思います。この後もう一回撮ろうかな。